なるほどね。ちょっと重いな。はい、しまいます。で、引くと、よいしょ、重い。1日目3日目6日目。てか、こんな大変なんだな。舐めとったな、ロイズ。産地によるカカオの特徴、ガーナ苦いかな、酸味苦味渋みのバランスがいい、優等生。コロンビア甘そう、香り高くスパイシーフルーティーだな。ベトナム、なんだろう、香り高いドライフルーツに熟した酸味と心地よい苦味、花のような香りで穏やかな酸味、香り華やか。ファームからファクトリーへチョコレートの旅は続きます。ファームとファクトリー、工場に入る準備。ああ、こういうこと。マサイ覗いてみよう。タンクに入ってみよう。さらに細かくすりつぶすと生地を。へえ。あ、無理無理、怖い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 。よいしょ。よいしょ。ポウ。白。でか。4分ぐらい。
かわいい。からのこうね、腕の筋トレだこれ。いやー余っちゃった。いやーカオスだな。レボリングパン、回転する釜の中に具材を入れチョコレートで包みます。でかショーオン。おう、消えた。ワープ。いろんな種類がめちゃめちゃあるじゃん。世界のチョコレートの包装用紙か。こう進化していくんだな。面白い。昔よくあったよね、玄関に。なぜチャリ。あー、ロイズが応援してんのね。ツアーで北海道のスポンサーか。リミックスされてまいります。それではチョコレート5分経つと固まり始めますので、5分以内にトッピングはなるべく平らになるようにお願いいたします。ありがとうございました。どうぞ後ろのテーブルでお楽しみくださいませ。ニコニコマークが左で右がミニビー。あ、これも芸術ってことで。これが終わったらこっちに流れるんだ。こう流れてこう出てくると。おかえりなさい。溜まってる、すごい。よいしょい。結構ずっしりして重いっすね。あ、これは食べ応えあるわ。ロイズパッケージアーカイブ、1983年の創業。会場。
これは面白い。なるほどね。もう何でもいいんだな。また行きたいな。あ、確かに楽しかったっすわ。そういう文字。